が、これ新機種最近の送るのが長くない。ゴンって。そう、ゴンって感じ。歩きながらやったから。そっか。歩いた瞬間にガッてつ歯が行くタイプ。こうピーって言ったよね。うん。ピーって。なん反省してるんでしょ。してないのよこの子。してないよ。可愛い顔してね。してないよ全然。本当にしてない今。うん。そうだよプレゼント大作戦して。めっちゃ買ってきて、ね、おやつもあげておもちゃもあげたのに全然ダメやったね、うん、ただこのねピロピロがねおもちゃのように思われてだからフードのさこのあるやん線大好きよねあれもめっちゃ好き猫ちゃん抱っこしたいんやけどもうか怖くなってる抱っこラキーラキー気まぐれモードっすねなんかお昼は何回読んでも来てくれたのに今はなんか今はね見せたかったけどねあのニモ帽子のうんニモ帽子の暴れるからねそうすぎたらおいでゆきん鼻が湿ってる久しぶりやな、二人で配信するの久しぶりやと思うね家泊まってなかったからさ、うん、なので時間なくて確かにおもちゃだね千日配信があるからそうね泊まれることになったえ、何え、ちゃんとスタジオでやるってことやろそういいよ千日も続けたから偉いねでも本当はもっと続けとって、うん、あでも年齢があれであー9時とかまでで、うん、無理や過ぎて仕事で無理やって60日とかが全部なくなってて、そうやっと1000日続いたってことそう10時になってからやねあのあが配信時間が10時になってセーフってえらいえらいやってラキもめっちゃ感覚やんラキもえらいって言うもうじゃえらいほんまにほんまにえらい緊張気味ってきた全然緊張じゃないよ今危ない線頑張って頑張ってうちを助けてシューってあ、あ、行く待てあ、あ、あ、こっち向かうめっちゃ嫌めっちゃ抱っこめっちゃ嫌いよねよしよしおもろいわおもろいわにゃんにゃん猫にゃんにゃん猫にゃんにゃんラキラブやろラキラブなんよでもまさかモモにも買うと思わんかったでも今日ボイトレの先生がねそうあること言うてくれてなんかそのなんか動物のお医者さん動物お医者さんってか獣医さんの人に聞いた話でみたいに言われて、うん、なんか猫が足を噛むのは、うん、なんかその飼い主のストレスを発散させてあげるためみたいななんか噛んでカッて怒れるやん、うんうん、こら痛いとか、うん、そしたらなんかストレスを発散させてあげたって思うんやってストレス溜まるえそう私ら普通に噛まれた方からしたらストレスでしかないやんか、うん、やのになんかそのそういう風に、うん、猫はそう思ってる思ってるらしいそのパッて怒れてストレス解消できたやろって思ってるらしい確かにちょっと優しいよなんか怒られて自分が普通猫界からしたら優しいそういやでも痛いんよなでもほんまかって思っちゃったけど、うん、思うくらい痛いもん、うん、もうちょっと甘がみでいいやそう本当かなって思うけど、うん、なんかこっちからしたら逆にラキのストレスを受ける感じはするがやけど、うん、でもそう思ったらなんかさ噛まれてもさうん、あ、今ストレス発散させようとしてくれるがやねって思えるようになるう、うんうん、う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 ん、う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 ん、やけどさらしいよそう思おうやそう思うかうんそう思う泣き、泣き的にはうんでも、私対策で二重靴したやろうんあもう一時考えたもんなんかさ
スポーツ選手とかさ自分をさ守れたりやん、膝肘膝ガードみたいな、あれのなんか噛まれるところ用のサポーターみたいなの作ろうかなみたいな、いやあれ欲しいな、そうなんか明日なんかもうちょっと長いもうこの靴下ここまで100均とかによりさ、そうそうそう、噛まれ用サポーターをさ、なんかさ猫が嫌いな、うん、あるやん、なんか噛みにくいみたいな、柑橘系とかの匂いもいやらしいよ、あそうだからなんかそういうのを、まあ、表面に塗ったなんかスポンジみたいなサポーターを作りたいくらい痛い、痛いよね、ガチで痛いよね、こんな猫見たことないね、ほんまに他の猫ちゃん結構なんかニャーみたいな、ね、どうしてこうなってしまったのかどうしてこうなってしまったのかって感じなんだけど、歩いてると突然、そう歩いてると突然噛みつ、あそう背後来るよね、背後わかる、そう前から見とったら、うん、コン、あのねお皿洗い言う時とかマジやばい、料理作る言う時とかめっちゃやられた、料理作りたくなくなっちゃうよ、だからさ包丁とか使う時にさ、うん、やられたらさ包丁あーみたいになってさ、うん、音ぐさわーみたいになったらどうするってめっちゃ思いながら料理する、そうありそう、遊んでほしいとか、え違うよね、遊びよね、だって、うん、今日もたっぷり遊んだ後にやられたもん、そうね、遊んだ後とかに意外とやるね、ねえのんきにボトグさわーって、いやなるかもしれんやん、あまりにも痛い気さわーってなってさ、うんうんうん、包丁ペンと飛んでさ、ラケに刺さる場合もあるし、自分の足に刺さる場合もあるし、めっちゃ痛いって言ってしまう、え、そうぐらい痛いよね、びっくりする、急にグサーみたいな、え顔に噛まれた時あったやん、あれはこれ、あと残った、え、あと残ったガチできつい、リッセンラキーイズヒア、イエスリッセンラキー、リッセンラキー、今年リッセン入り、リッセンモモ、あれリセラキなんでラッキーなの、あのね、ワンピースのモブキャラから撮ったモブキャラやろ、なんかね、いいキャラやったんよ、あー、性格とかがいいキャラ、なんか女の人なんやけど、綺麗で優しくてちょうどそこ見てて、でもなんかそれなんかやっぱ聞かれるやん、どうしてラッキーなのみたいな、ラッキーなんかそのあのなんかその話するの嫌やなってなってきて、ラッキーあの、うん、ラッキーのラキですって言ったりする時もある、いや全然でもキャラがそれいいと思った、ね、本当ラッキーが来るようにラキにしましたの方がさいい人感で、あ確かに最初はそうなのかなって思った、うん、じゃあそれでいこう、そうやったらラッキーやなと思って、確かになんでラッキーなんやろ、かわいいかなみたいな、確かに私ペットとかの名前ってさあんま意味があるってよりはかわいい、いやもうちょっと今日あの名前にしようって言ったやつが何やったっけ、待ってさせるとやばいやばいやばい、いやでもなんかもっと面白いのにしたらよかったって思ってる、例えばでパンパスって読んだらおむつのやつ結構振り向くんよ、パンパスもうダメや、もうダメや、結構前まではパンパスで行けたんやけど、なんかすごい長い名前とか、ゴンサブロ、うん、あちょっと見た、ちょっと見た、ゴンサブロ、ゴンサブロ、タロウ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 はダメや、ゴンサブロ、あもうダメや。キューピーキューピーキューピー、あキューピー結構感触いいね、何があるか、歯ブラシやだムヒムヒあ、かわいい、あ、なんかスリスリしてきた、今日お昼はずっとね、危険くらかったよね、うん、私パンしとったよね、かわいい顔、なんかさ、時間によってさ、険しい顔してる時とさ、キュルンってしてる顔時あるよね、うん、なんか夜はね、うん、うん、そう、夜は
お昼とか。お昼とかこんな感じだよね。今日は、今はキュルッとしてる。ちょっと眠たせ。ね、泣き。夜行性だ、そっか、夜。そっかそっか、夜元気な。夜結構甘えてくるイメージあるからさ。確かに。で、私夜噛まれる率高いけどね。そうなの、じゃあ猫は逆なのかな。うん、朝はゴロゴロスリスリ行ってくるかも。今から飛びつかれるかもしれん。かわいい。何あの顔。今日めっちゃいい写真撮れたね。そう、うん、アリが載せたんやっけ。そう、一個載せた。あれは私の LINE のアイコンになる、うん、あと一応ね、魚キャップかぶせれたから。そう、にもにもキャップかぶせれたから写真ができた。そう、可愛かった。で、やっぱ LINE スタンプ作りたいわ。みんなに販売する。5000個目標。めっちゃ大人気スタンプ。うん、あの顔とかいいよね。あの、うん、なんかちょっと眠そうな、ごめん眠いから無理とか、ね、徹夜なうとか、徹夜なう三徹わずとか使えそう。この子でもあんま寝てない気がする。うん、寝んよね。うん、猫ってなんか何時間寝るやん。めっちゃ寝るみたいに言うやん。人間のよりも寝るみたい。そう、でもラキマジショートスリーパー。いつ寝ようがやろうって感じ。なんかさ、寝たかなって思ったら釣りよ。起きるよね。ちょっとした物音で起きる気さ。マジ寝てるんかなってめっちゃ思う。おらん時に寝とるんかな。終わりには帰ってきたら絶対起きちゃうけどね。寝だしたって言ったら寝る、うん、前が留守の時に寝ようかなって感じだけどね。うん、人がおったら絶対起きときたいかもね。寂しがり屋や。めっちゃ髪伸びたと思う。伸びた。でも、もう長いね。もう長いね。6センチくらい前切って切ってこれな。伸びるいいな。これとても止まるがやね、ここで。いいな、でもこれぐらい長くしたい。伸び。いやいやいや、超えてやろうか。どうぞ。あ、嬉しい。あ、嬉しい。でもさ、他のさアイドルさんとかさ、髪加えたりしとるやん。マジ？私もちょっとやりたいんよ。やりたいわ。なんかこうやってよ。けどさ、違う違う、愛ちゃんはいいじゃん。けど嫌な子、普通に髪さパクってされたさ、うん、普通に嫌な方が多いじゃん、当たり前。嫌じゃないじゃん。そう、うん、あ、めっちゃ嬉しい、どうしよう。お風呂上がりにしたらよかった、ごめんよ。え、嬉しい。もうあいこの髪の毛一生金キラキラ。ここだけ伸びるね。うん、ここだけ。ももに構えたっけ、明日もう地にまでつい、長さが嬉しくて。やばい。でもさ、ほっぺんちゅうとかのさ、写真とかさ、やる。え、何？ペッ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 ペ。ああ。うん。もう噛んでない。あ、そうで、あ、一回やろうと思ったんよ、ラキに。そしたらさ、毛が熱すぎてさ、痛そうな生身のとこまでいけんくてさ、やめた。でも噛もうって思ったよ、うん、噛み返してやろうってめっちゃ思って。うん、こう、カッてやけど、毛、ただの毛。そういう風にでき守るようになってるかな、ね、そうだね、ムカつくわ。私も結構やばいから痛いと思うかけどね、うん、そっか、そう、猫と一緒やから。私はやばいかもないよね。鋭いやばでいったのかと思ったけど、いたろうかって。今日さ、うん、ちょっと東京の街を二人で歩いたやんか。
なんか自然に手つないだやんか、うん、けどさ冷静に考えたらさこう東京のすごいと、うん、一番栄えたらへんのとこでさ、うん、手つないで歩くさ女二人ってどう見られるやん。いや今ずっと手つないできたかったんよ。でも普通にいつも通りね手つないで歩くやんか。でもさ確かにあいさなんかさ東京でさ二人でさ、うん、手つないで歩いてる女の子とか見たことなくてさ冷静に考えたない。絶対会う友達とは手つなぎたいすぎなの。マジ？あ、合わせるけど、うん、人に。いやでも高知とかやったらいけるやん。そんな目立たんやん。広島はないか。マジ？広島の友達ではやらん。いやなんかベタベタ系じゃない。でも高知の子たちはベタベタ系多い。うん、ギャルつないでるよ。じゃあうちらギャル。ギャルや。ギャル。ギャル。ギャルかも。ギャル姉妹やったわ。すごいギャル要素一個もないよ。ギャル。めっちゃ黒髪で。あんも黒髪か。二人と。爪がちょっとさ。確かに爪がギャルい。可愛いこれ。そうなんからゴリゴリ。一回さ爪短くなってさ。それさ爪をちゃんとさ、うん、こうやってお店に行く人がすごいなって思う。行くよ。めんどい。めんどくさいっていうか。うん。大変じゃない？大変よめっちゃ。月1未満ぐらいで行かないかんき。モモアさんもさネイルダメだから。あ、そっかそっか。ネイルをするっていうのが頭にないから。あれは透明はいかんが？ジェルの透明。よかった気がする。うん。やってないとき。クリアでも行くで結構。クリアの時期あった結構半年ぐらいずっとクリアのジェルやってた。でも一回行き出すとこう戻れになるって感じ。やっぱ爪もさ可愛いなって思うよね。そう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 。爪もね柔らかくなるよ一回やると。だからさやってないとさ髪洗いながらさ爪がふにょんふにょんになるんだ。かも無理かも。ガチで嫌やき結局硬くしたくなるから。でもまあ爪はやるの向いてない。ちょっと伸びるこのあれが苦手なの。あこれ爪が伸びるのがうん。まあ、目に見えて分かるね。へぇ、手とかがさこれ嫌。これそれは嫌じゃない。これ嫌じゃないよ。普通に髪とか洗うのが嫌なの。あ、そういうことそういうこと。見た状態で。あ、そういうことそういうこと。そう、見た目は大好き、こっちの方。もう爪もちっちゃいもんね。あ、でもそんなことないか。ほんまに子供みたいなやつ。手がちっちゃいよね。違う、手の指じゃなくてここがちっちゃい。うん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 。手のこう、こうってなんてここになる。のひら。で手のひら移してまずこっち。うん。逆や、逆やな。ほら。こうした。なんか長さがわかるから指の。いや。あの全然私の方が手が大きいだけよ。こっち。ほら。爪1個分ぐらい違う。マジで今日手繋いだ時めっちゃ何本？ 23。 うん、あんま変わらんでしょ。これ 3.5 やもん。足はそんな。へぇ、今日手繋いだ時めっちゃちっちゃって、ちっちゃめっちゃって日本語話せんかった。手めっちゃちっちゃいって思った。相変わらずちっちゃい。小指あゆい短い。指だけ一緒。最悪や。マジで小指短いんやね。別に、うん、でもちょっと長くない。いや爪だこれ。こっちで見たら分かる。ほらほら本当にすごくね。あいの小指ママのせい。ママのせい。マジで最悪や。なんでこない小指だけ短いんや。ママ私の足もう本当にパパやね。知ってる？どういうこと？なんかの足の形はパパ、うん、パパのちっちゃくしたバージョンみたいな。お見せできない。それラキちゃんに噛まれたやつ。そうよ。私あやとちょっと違う。親指の形がそっくりなんだよパパじゃ。あやは結構一緒やない？なんかちょっと一緒かもしれない。一緒やない。待って
指の形めっちゃ似てない足の。なんかさ、ここ細くてここからさ、ピョン。え、待って足の指めっちゃ似てない。待って足似てる。ねえ。なんて？ここ一緒じゃない？うん。人差し指。人差し指めっちゃ似てない。小指の曲がり具合とかも似てない？ほらほら、私の方がなんか急カーブやけど。これでも靴下履いとったから。そういうこと？くっついてるだけで。え、なんか足の指似てね？親指とか。取ったかもしれない。ね。足もジェルネイルして偉いよ。うん、取った。じゃあもう大人よ。大人や。足は一緒でした。足は一緒。足は一緒でした。靴下がなっちゃう。やば。なんで？なっちゃんの毛でいっぱい。え、なんでそんなつく？ついた。え、つかんでほら。なんでやる。え、なんで？気になるやろ。かわいいラキ。寝てる。ラキ。お風呂まだ入ってない。これから覗く。え？え？カギかけ。かけないで。どうやってかけようか。なんか調べて。こっちにはあるけど、あ、こっちにあるわ。あるじゃん。あるわ。でもコインで開ける。違う。前の家でやったことある。あるよね。ちょっと待って。コインで開けます。やだ。コインで開けます。足の指は見せれんよ。ないちょ。ないちょ。ちょ。確かにピムスからのファンの人は私とモモの絡み絶対知らん人ばっかりやん。こんにちは。妹です。でもさ、前の絡みともちょっと違うんじゃない？うん、そうね。前絡みよってことって私の本当のなんかキッズみたいな。確かに。もうちょっと大人の女性になったもんね。いや、でも今日なんかそんな感じじゃなかったけど。全然いつも通りやない。待って、ラッキーの毛やこれ。いやー、なんか小商売になった毛ついてますよね、さラッキーの毛、うん、毛ついてます。なんかちょっと白いから分かるよね。うん、僕はなんかね、夜スキンケアするやんか。ほんでさ、顔ベトベトになるやん。そうそう、めっちゃラッキーの毛がさ、顔につきついて一生顔かゆい、ベトベト焼きくっついてくる。久しぶりないし、うん、めっちゃ久しぶりだ。あ、キッズ卒業したね。キッズ卒業。まあまあ結局姉やからさ、うん、ずっとキッズに見えるけど、ね、使い方は一緒やね。ね、ちょっと変わらんねみたいな。そう、なんか街とかにおるときに絶対話さない、うん。そう。こうやって歩いて。守られとってさ。うん、心配やもん、東京の街でさ、うん、モモがさ誰かに連れ去られてさ。だってモモ「あーれー」って言って連れて行かれそうやもん、うん、それでさ、もう嫌や。あればもう、あれ東京の現場監督やからさ、モモの。だって東京のさことあんまり知らんから、うん、そうそうそう、やけ怖い怖い。そう、私からしたらなんかモモがこう一人であの東京をどっか行くとか、うん、めっちゃ不安やもん。でもなんかほぼ行かんね。ね、行かんよね。行かんっていうの分かってるから、うん、慣れてないから。そうね。そう、絶対にそう行かしたくないから、どこにまでついていく。ついていきます。保護。今日もね、待ち寄ったもんね、ボイトレのレッスン中。待ち寄ってくれた。でもなんか東京で休みがあった時も、うん、ほぼどこも行かず近くの映画館に行って一人映画したりするだけ、うん、映画館に行くのも怖い。東京らしいことをしない、うん、近くの映画館に行くのも怖い。
車にひかれないか心配やって経験ありやからね。そうやね、そうやね、懐かしいわ懐かしい。理由覚え中？なんっけ、ちょっと顔の油つけ一日の鼻油虹追いかけやったかやっけ。そう、虹のふもとに行きたくて。あれ絵本かな絵本のでもさ、もうのさ小学生時代覚えてる。すんごいなんか何も考えてなさそうやったくない。なんかそうやったっけ、うん、なんか結構自由主義で、うん、多分虹のふもとに行こうって思ったよね。しかもなんか習い事もほぼしてない状態で、確かに確かに確かに、こうめっちゃ遊びに行ってたよ、ね、うん、自由だったのよ、育てられることが、うん、なんか、うん、それで何も考えなさすぎて、末っ子ってか、まあ、2人目とかってさ、うん、やっぱ上の子はさ、こう何時でこうしてこうしてってなるやん、やっぱなる、ね、その反動よね、私は小学校の時ね。ママは私がいろいろなことを考える性格って思って、うん、自由にさして思わないようにさせたって言ってたけど、なんか本当は逆かもって言ったこの間。なんか なんだろうな、なんか別にママは基本あんま何も考えてないから、うん、そう、なんかちゃんと考えらさせられてても、うん、そんな何も考えない。あ、そういうこと。確かに、うん、確かにいろんなことやってても平気そうよね。なんかパンクとかあんましなさそう、うん、あ、するかせんか、なんかいや、あんませんかも、うん、するときはするし、せんときはせんでも大体一緒、勉強ができないときと、ね、勉強のときやばかったもんね、ダンスが覚えられないときは大丈夫、勉強のときはね、大変やったね。逆になんか愛理にいっぱい気をつけないかんでとかいろいろ言いすぎたかも。あうか、確かに多分ももに言った方がよかった。うん、虹追いかけてポーンってなってるから、ね、確かにでも私もなんかそうやって言われすぎて、うん、例えばさ、あの鉄棒のさ前回りもできんきさ、うん、怖いがよ、全部が。私もなんかさ、うん、小学校2年生の時前回りと後ろ回り永遠にずっとやるって、そうだから、あれも頭打ったらどうしようとかめっちゃ思っちゃうし、自転車漕ぎながらもめっちゃ気をつけてこいっちゃったりとか。偉い、でもいいよそっちの方、結果、うん、そうかな、結果私傷残ってるもん。確かに確かに、こけすぎて確かに。でもあれ田んぼに突き落とされたことあるねなんでだからなんか小学校1年生か2年生ぐらいの時に女の子と2人で帰り寄って、なぜか、あそこの、あそうそう、あそこの田んぼ、あの田んぼ一番家に近いさ、あの曲がりかのとこ、はい、あそこでなぜか突き飛ばされて、あの白いワンピース着ちゃって、さくらんぼ柄の、めっちゃ覚え違いけど、あのなんか泥まみれで食った家の近くでよかった。でもなんかもうあそこに靴埋めたの、靴足ボーンってなって靴が埋められて裸足で片足上がって後で取りに行った。あそこ大変な田んぼやね。えもうでもあれなんか汚いところにポンって落とされて。マジ？うん、落とされるよね。いやなんかでもそのなんか喧嘩みたいな感じで、あでそんな怒られるようなことはしてないけど、うん、ちっちゃい時ってさちょっとでもカッってなるじゃん、うんうんうん、それでポンってみたいなガチャーンって落ちて、うん、友達ん家のお風呂に入った。入った？うん、田んぼね。てかももなんか鼻高くなったね。うん、この辺がくっきりした。うん、この声より全然高い。ここにここの高さがめっちゃある。もともとやっけ、どうやったっけな。パパなんよね。確かに確かに、なんかめっちゃ立体的になったね前より。そう、顔が立体的になったから、うん、なったね。影があるところのところで写真を撮った瞬間にすごい盛れない
なんかそんな立体的やったっけ顔ちょっと顔変わった気がするね、前より思った。めっちゃ鼻高い、確かにパパや、そうパパの鼻や。ここそこ歩けパパ、ここパパわかんない、ここ違うか、ね、うん、ここ誰かわからん、おらんよね、ママもこんな、ここアンパンマンになる人、これでママこれうちらがさこうなってよかったっていつも言わん、うん、ね、それはいいんやでってママに言われる、ね、言われるよね。でもこれ影があるとね、ここ影いっぱいできちゃうから、わかる、ね、暗い場所で写真撮りたくないのよ、何もかは本当に影できるよね。しかもさ涙袋すごいじゃん、うん、もうだからさここに、え、そう、ね、クマみたいな、そう悩み、最近私も悩み、本当に暗い場所で撮った時の顔が漏れない、ね、うん、この顔見て画面、うん、かわいい、かわいいよえ、かわいくなかった今のえ、でも本当に最近は似てきたねって、え、なんかここ最近ね言われんなったんよ、私逆に似てない、私はめっちゃ言われる、なんなんね、謎よね、うん、本当に不思議、マジで不思議、なんか人によって違う、そうなんです、私本当に、うん、前はもっとあのなんか子供みたいな雰囲気の時よりも、うんうんうん、今の方が似てきたって言われる、うん、マジゴブゴブ、似てるっていう人と似てないっていう人の、そう、さっき話しよって、そうそうそう、なんか人によって見てるところが違うんかなっていう、そうでね、なんかこうキャラ的なところを見てたら逆じゃん、全体で見る人とかね、そう、そう、背丈とかも見る人か、そうそう、身長とかを見ずに、確かに顔だけで確かに見たりしてとかあるのかなって思う、ここで見る人は似てるって思うけど、うん、とか話し言う感じとか、ね、確かに確かに、うん、確かにね、それはありそう、雰囲気は確かになんか違うよね、全体的に引きで見るときっと似てない、寄、うん、りで見ると似てそう、うん、身長はね大きいよね、うん、体格もちょっと違うし、ね、写真見て間違えるらしいよ、でも文字顔の雰囲気は似てきとるってことなのかもしれない、うん、そうねもーちゃん、愛理ちゃんがデビューした時の年齢になるのか、そう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 、そういうこと、そういうこと、何歳やっけ、愛理、19、でも横におったよね、みんなで家族でおってさ、うんうん、落ちたと思って、落ちたと思って帰ろうとしよった、帰ろうとしよった、車の中でさ、なんか電話かかってきて、そうそうそう、かかってきて、うん、みんなで泣いてくる、みんな泣いてくれたそう、めっちゃなんか、うん、しかもさ、よりさ、本当になんか、うん、電話かかってこんかったから、時間が来ても、ねね、もう、ね、みんな落ちない、みんなお葬式モードで帰りよったよねあ、みたいな、みんな、なんて言葉をかけようそ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 う、でも、かかってきた時に、うん、逆にそれがあったから、よりなんか、うん、なんかよりね、よりわーってなったよね、嬉しいってなって、その後はみんなでか、うん、あのカラオケじゃない、なんて焼肉牛角行ったっけ、行ったどのも覚えてる、やば、愛理が受かった時は私は、うん、19やったよ、私の中学生、中1とかじゃない、19でしょ、13歳、中1とかや、うん、うん、ヤキ、ヤキさっきめっちゃ寝よったね、ヤキとラキ2中年ヤキラキ、ヤキラキ、もんちゃんなんですよ、もんか中1中2中1か中1や、もう中学校の時にはだってお姉ちゃん AKB なんやろってクラスの子に言われた、え、言われた、言われた、へえー、その時私は、うん、そうだよえへんみたいな顔してたよ今は多分 MC バトル出会った人やろって言われた、言われた、めっちゃ言われる、やっぱ言われるがや、やっぱ言われるがや、なんか今までは AKB の姉ちゃんやろって言われたのが急に、うん、MC バトル見たよみたいなって言われて、うん、なんかやっぱ変わったやろ、え、高校の人にもバレてた、高校ってあの学校の、うん、え、学校行きよった時もう出とったっけ、あれ出てないか、私が3月あの出とった、出よった出よった出よった、いや高校はバレてなかった、まず私が本当に喋り始めたのは9月とか、あ、そっかそっかそっか、そう9月とかもバリバリで言うときやけどね、いや言われよったかも、あ、言われよったかもしれん、ほんと言われよったけど
なんか誰に言われたんやっけな、言われたことは覚えとるんよ。覚えてる、すごい言われたんよ。めっちゃおもろいね。めっちゃおもろい。やっぱ高校生の方が見てる。そう、あれ高校生とか若い子が見ゆきね。でも STU の沖さんとかも、うん、愛理のやつ見たって言って、うん、それで MC バトルを楽屋でやってた。めっちゃおもろい。ハマってた、愛理を見て。本当に嬉しいわ。褒めてくれてた、すごいねって。まあこれから愛が立派なラッパーになって、うん、ラッパーの妹になってくれ。いや違う、もうさ、え、一番困るのが妹はできるって言われた時が一番。ああ、それってできないんだ。最悪やね。できないよ。それ最悪やね。いや、もうかもやれるならちょっとね、うん、こうノリでここでやってみたいけど、うん、あの MC バトル出た瞬間絶対小鹿になるから、うん、私は絶対出れないけど、あのこの配信とかでね、うん、やろうと思ってもね、もう韻の踏み方がわからんから。ももかだよ。ももかだよ。イエーイ。かわいい。でもすごいめちゃめちゃね言われるようになって、はい、うん、なった、うん、やばい、ももちゃんにドッキリで MC バトルに連れてってみたとか言って、目隠ししてさ、目隠しするって話したらさ、MC ってさ、お互いのことをさ言うやんか、まあ言われてちょっと嫌だなみたいなこと言う、うん、あれも言われたもんかも。目隠ししてさ、パッて開けたらレディーファイって言われて、ゾク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 。いやめっちゃおもろい、めっちゃおもろい、めっちゃおもろい。絶対泣いて終わる。めっちゃおもろい。一回やった、一回だけやった。今までで一番嫌な仕事になるかもしれん、人生で一番嫌なドッキリ。マジでやってみたいわ、一回。わあ、ちょっと夢できたわ。ももちゃんになら勝てる自信あると。ももかのことディスれんのかな。ディスれるってことなんやな、勝てるってことは。確かに。確かに。ももちゃん弱そうだ。ももちゃん弱そう、やばい。ももちゃんラップ個人ファンサイトにアップされるの期待してますよ。やだ。いや。STU さんにラップの仕事が来たら最初に呼ばれそうではある。でもマネージャーさんと何かを始めようってなって、うん、まあ結局、うん、ドラムをやりたいっていう話をしたんやけど、バトルはって言われて、嫌だーって絶対嫌だーって、あのちょっとノリで言われたんやけど、うん、その本気じゃないけど、うん、ノリでラップちょっとやってみんやみたいな言われて、絶対嫌って言ってた、うん、まあ、KT ちゃんとももちゃんみたいね、同い年やから。そう、すごいと思って、ね、本当に、ね、同い年で、うん、あのあそこの場所に立てることが私からしたら本当にすごくて、本当にリスペクトでしかない。本当にね、超みたいな、そう、そう、流れてきたら素晴らしいっていう目で見て、ね、すごいよな、マジでリスペクト。あれも、あとか言って、おやし見たい見たいって言われとる。同い年見たいですよ、絶対みんな。いや、あれ相手をディスるかできる、できない、女の人にはちょっと難しい。分かる、分かる。男の人なら、まあ、よくはないけど、ね、女の子言いにくいよね、やっぱ同性はみんなそうやと思うよ、うん、あの男同士とかは違うのかな、分からんけど。まあこの後はですね、枝豆を食べながらスイッチをします。アイスも買いました、ね、スイッチスポーツを買ったんや。ウィースポーツ一緒にやったことあるっけ。いやでもね、ウィースポーツめっちゃあったやん、種類あった。え、でもバドミントンあるよ。ある、あれ好き、あるよ。梨は買ってきました、もちろん。なんかカルマさんはちょっと、ちょっと絶対に下ネタ言われる、下ネタ。すぐに負けちゃう。本当に見たいんか。すぐに負けちゃう。本当に見たいんか、もう昔下ネタ言われるところ。前の班は何が来ても同人ケロさ。
もうね、鍛えられてるから。なんかさ、強いよね、アイリーンファンの言い方、もう何が来ても同人同人と思う、多分アイがふんどしでアイがふんどしで走ってても別にいける、多分本当にいける、いけると思う私がふんどしで走り回ったとしても、うん、いけると。あ、それはいけんって言われる。逆にもそれはもう警察が来るから、もうファンの人じゃなくても、いや、タンクトップね、タンクトップとふんどしね。びっくりした、下のふんどしだ。それはもうあの怪しい人、怪しい人、それは捕まるから、ちゃんとあのタンクトップとふんどしで。なんかあと6分で切れちゃう。あ、一緒に切ろう。一度で切れちゃう。マジ？そうだよ。あ、間違えた、間違えた。あれなんかイエーイとかやるつもりやったのに、おかしそうですよ。めっちゃなんか可愛いポーズ。なんでオカの前でお金ポーズしてるんやろうと思って。あ、マジ無意識でさ、なんか可愛いポーズしよう。グーみたいな、イエーイみたいなしようと思ったの。お金。お金の話しとったっけって思って今手が自然にお金になって、で、あて、私もなんかこう、こういうさ、違うで今鼻にめっちゃおもろい、無意識で金マーク作ってたわ。ダメですよ、すまんすまん。ももちゃんのファンの方には体勢がついてない。そうね、ごめんごめん。あいちゃん強すぎ。あ、いつもお金のポーズしよう、聞こえて、うん、いつもすごい素なんやなって。え、ガチ素やない、マジで、うん、ガチ素でね、うん、ちょっとキュルンってしてみて。分かった。コバありがとう。お金より愛が大事だと思うけど、でもお金が大事。ちょっとダメやったわ。絶対ダメ。ちょっとダメやったわ。みんなの存在が私の支えだよ。みんないつもありがとう。いや、これでも可愛いなって言われた。可愛い。みんなありがとう。みんなのおかげで。はい、読みます。読みます。無理だわって言うなよ。おい、こちとら素で勝負してんねん。いいことやと思う。うん。でもさ、やっぱちょっとぶりっこしとけばよかったって思うよね。今から戻せ。もう戻せ、無理なんよ。素さらけ出しすぎてさ、戻せんがよね、今さら。13位の高木さん、ありがとう。よっ、高木、ありがとう。今日かい、もう大好き、ありがとう。愛が深い。そう、みんなそうだよ。あ、12のファイナリさん、ファイナリ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 になった、ファイナリになった、ファイナリ、ありがとう。11位のドラゴンさん、ありがとう。ねっちゃんと楽しそうな娘で嬉しいな、いいやつ。10位のコウジさん、ありがとう。島根市面白すぎる、ありがとう。だろ。9位のケイスティンさん、ありがとう。ラキちゃん、俺の足たくさん噛んでる。じゃあ1日1万で高い。8位のクモズさん、ありがとう。あ、全然。7位のタンさん、ありがとう。お姉様、お疲れ様です。はい、人生お疲れ様です。6位のスタジオシフクちゃん、ありがとう。桃の収穫忘れないようにしないと、ありがとう。はい、もぎもぎ。違う、桃の収穫って、そう、たこと、決済、え？決済のこと、決済？お話し会の、可愛く呼んでるのよ、お願いして、ありがとう。お話し会の決済、桃の収穫って言うがって、バレともちゃん、ありがとう。よいの桃まささん、ありがとう。さいの赤崎さん、ありがとう。いいの。ひんやさん、ありがとう。うちのまぼるさん、ありがとう。リスしましか。ねえ。だ
ってさ、お願いしますっていうのは可愛くないの？めっちゃうまいやん。だから商売上手やん。収穫お願いしますって。商売上手やん。そう、友達どこファンのみんなと決めたい。天才やん。そうって言ったらって、うん、でも最初は、ね、じゃあ期限がさ切れそうになったらさ、うん、熟してきました桃が熟してきましたそろそろ食べ頃ではなくなりますそう、食べ頃じゃなくなっちゃうので、ちょっとぜひ収穫してください。今収穫時期なん？今から。あ、熟してる。ちょうどまだ熟した。ツーショットの落選がなんとね出て。おお、じゃああれか、残りわずかみたいなやつやな。あ、違う、うん、もう落選が出て完売してる。収穫祭がちゃんとみんなやるやん飽きてた切れた。桃の配信で、桃の配信見てくださった方ありがとうございました。ちょっと足もランキング見ます。食べ頃らし、あ、ちょっと鼻にキビキも。13位サブロンありがとう。12位タルイモさんありがとう。11位ファイナレファイナレありがとう。10位マボレさんありがとう。あ、もう変わった。13位ファイナレありがとう。12位マボレさんありがとう。11位ラルムありがとう。10位クボズンありがとう。9位オギありがとう。8位バイエセイ73アットペロンペロンベロンベロンありがとう。7位札幌のうしありがとう。6位トクトク太郎ありがとう。5位ハンちゃんありがとう。4位赤崎ありがとう。3位こげちゃんありがとう。2位クリボンありがとう。1位ミタバンありがとうございます。そう、桃のファン動いてきたかな。喋れない桃ちゃんの代わりに、私が桃の代わりに締めをさせていただきます。はい、桃花だよ。私みんなのこと大好き。収穫もそろそろだね。みんな収穫してくれてありがとう。今日の配信もみんなに見てもらえてすっごく嬉しかったよ。みんなのこと大好き。もももももビーム、おやすみとのことです